プレイガイドとは映画、コンサート、演劇、スポーツイベントなどの各種工業の入場券の予約、発券業務を代行する事業及びその店舗である。チケットセンターやチケットオフィスとも呼ばれる。主催者の直売や劇場の発見所にもこの故障が使われることがあるが、本校では取り扱わない。映画、コンサート、演劇、スポーツなど各種イベントの興行チケットや、 入場券などを販売する窓口とその事業である。主催者から正式に委託を受けて、事業を行う者を指し、主催者から正式に委託を受けていない金券ショップ、転売屋やダフ屋などは、プレイガイドと呼ばない。大都市では年中どこかで、多種多様な工業が行われていることが普通であり、工業、主催者ごとに、広報、発見を行うことには、集客、 労力面で限界がある。そこで、工業や主催者の内容や方向性に関わらず、対象とする地域内の各種工業を網羅的に案内、紹介し、発見を代行する業務が発生した。プレイガイドは一定の範囲内で、主社選択を行わず、委託を希望する工業をすべて取り扱い、主催者の直売や劇場の発見書のように限定的でなく、 網羅的である特徴を持つ。スケールメリットが大きく影響し、先行者利益を生みやすく過線が起こりやすい。逆に工業数が少ないと事業が成立しない。なお、プレイガイドは和製英語でアメリカ合衆国では、プレイガイドなど数ドルの手数料でエンターテイメント関連のチケットを扱う業者をチケット論という。また、新聞広告や雑誌広告を通して、 チケットを扱う業者をチケットエージェンシーという。日本では1972年にイベント情報雑誌ピアが創刊され、1984年にチケットピアのサービスを開始。情報誌の発行を通じて日本各地の工業を紹介するとともに、チケットカウンターや電話受付による発見システムにより、1980年代後半までに、 プレイガイドのオンラインシステムを確立した。ピアなどのイベント雑誌を購読して情報収集し、プレイガイド店舗のチケットカウンターで入場券を購入するというスタイルが定着したのは、この時代で1970年代から1990年代にかけては、ピア以外にも関東圏ではシティロード、関西圏ではプレイガイドジャーナルが刊行され、その他、 各地域のローカル情報誌も多数発行されていた。2000年代に入るとインターネットの普及により、イベント情報の発信源は雑誌からウェブサイトに取って変わり、プレイガイド各社は実店舗からウェブサイトに軸足を移し始めた。ピアのライバル誌とされていたシティロード・プガジャーの二大情報誌は2000年以前に廃刊となっている。 またかつてのプレイガイドの友人チケットカウンターに代わり、コンビニエンスストア店頭のマルチメディアステーションが普及した。2010年代までには、ウェブサイト上の電子商取引として定着しており、現在では実店舗の案内書を持たないプレイガイドも多い。大手書きのうち、E、CN、プレイガイド、チケットピア、ローソンチケットの4社が、コンピュータチケッティング協議会に加盟している。 以下はインターネット専業サービス。インターネット上での手続きが必須で、実店舗やコンビニでの購入は不可能。専用スマートフォンアプリのみで完結可能なサービスも多い。終了済み地域的。ありがとうございます。